こんにちは。歴ショックです。今回は、三河一向一揆で家康の命を助けた土屋長吉の生涯、子孫のその後について紹介します。土屋長吉は、本名を土屋長吉重治といい、家康の身代わりになって討ち死にしたわけではないものの、家康に従って一向一揆と戦い、討ち死にした人物として記録が残っています。一向宗門徒で、一説には一度一向一揆方について家康と戦うも家康に帰参し一揆と戦ったとされており、忠義の三河武士の象徴として長らく語り継がれてきました。子供たちも家康に仕え、姉川の戦いや武田氏との戦いで討ち死にし、悲劇は続いていくものの、最終的には旗本として存続し、江戸時代以降も続いていきます。今回は忠義の武士として神君家康像を作り上げる一人となった土屋重治の生涯を、三河一向一揆の経過に合わせて紹介していきます。源平合戦以来の名族の血筋を引いていた土屋重治の出自。土屋重治の土屋氏は源平合戦の頃にまで遡る名族で、石橋山の戦いで挙兵直後の源頼朝と共に平家軍と戦った土井実平の弟土屋宗藤が祖先にあたります。土屋宗藤は三浦一族の岡崎義実の子義清を養子とし、土屋義清は和田義盛と共に和田合戦を起こし討ち死にしたものの、宗藤の実子の土屋宗光の系譜が後世に続いていました。宗光の子孫はいくつかの家に分かれ、そのうちの一つが三河の土屋重治の家につながりますが、土屋氏の本家は甲斐武田氏に仕えていました。戦国時代の土屋氏当主土屋正藤は武田信玄の父武田信虎に仕えており、信虎が信玄に追放されると信虎に従って駿河に向かい、子孫は江戸幕府の旗本になっています。武田勝頼に最後まで従い、江戸時代には大名になった土屋正恒の系譜は、信玄が近従に甲斐を去った土屋正藤の名跡を継がせたもので、土屋重治の系譜とは血のつながりは一切ありません。一方、三河の土屋重治の系譜は、名家という扱いではなく、重治の父、土屋宗兵衛以前の動向は明らかになっていません。土屋宗兵衛は、家康の父、松平広忠の頃から松平家に仕えていて、重治は宗兵衛の子として1520年に生まれました。家康よりも19歳年上で、松平広忠よりも6歳年上にあたり、家康とは親子以上に年の差がありました。土屋氏は、甲斐にいた一族から分かれた所流の家で、重治の頃は相当身分の低い一兵卒程度の家だったと考えられます。桶狭間の戦いや、その後の家康の三河統一戦にも従軍していたはずですが、活躍どころか従軍していた記録すら残っていないのが現状です。普通だったら歴史に名を残さずに死んでいく名もなき兵士だった重治が一躍脚光を浴びたのが三河一向一揆でした。三河一向一揆は、当時の資料がほとんど残っていないため、三河物語をはじめとした後世に書かれた資料でしか状況を伺えませんが、江戸幕府公式資料である徳川実記には土屋重治の名が出てきます。一揆はもともとは松平家重臣で今川氏と結んで独立姿勢を見せていた酒井忠久や、一度家康に屈した吉良義明、大草松平氏など反家康勢力による反乱でした。三河一向一揆は、後年家康が一向一揆に組みした家臣を征伐し、領主としての地位を固めた戦いとしての面のみが取り上げられるため、酒井忠久ら反乱軍との戦いについてはあまり触れられていません。それでも当初は一向宗寺院と家康は敵対していなかったので、重治も家康軍の一員として各地を転戦していたものと考えられます。しかし今川氏真の襲来も噂される中、家康は兵糧の備えを厳しく命じ、兵糧集めに躍起になった家臣たちは特権階級で裕福だった一向宗寺院に米の借り入れを行い、トラブルが続出しました。こうしたトラブルが発端となり、1563年末頃から一向宗との対立は深刻化し、ついに開戦に至ります。この際に一向宗門徒の家康家臣は本田忠勝のように改宗して、あくまでも家康に忠義を尽くすものと、家康を裏切り一向一揆側につく者に分かれました。ただし多くの門徒家臣は
主君あわずか現世ばかりの主人、仏は未来永劫を頼む大切なお方だとして一揆側についたといいます。諸説あるものの、重春はこの時渡辺守綱や本多正信などと同様に信仰を優先して一揆方についたとされています。一向一揆には明確な指導者もおらず、家康家臣も揃って一斉に一揆に組みしたわけではないので、当初は家康に従って途中から一揆に組みしたという可能性もあるでしょう。こうして家康を裏切り一揆に組みした無名の武士土屋重春は、この後徳川家の歴史に名を刻む活躍を見せることになるのです。地獄に落ちるのを覚悟で家康へ忠義を尽くす三河一向一揆での土屋重春。1563年後半から衝突が始まっていた家康と一向一揆の戦いは、年が明けた1564年1月頃から激しさを増していきます。近江東六という家臣は、本格的な戦いが始まった1月に入って直前まで軍議に参加して家康の作戦を聞いた後に一揆方に寝返り、一揆方に作戦を流出させるといった事件も起こすほどでした。この情報流出のせいで家康は砦の巡検中に一揆に襲われるという出来事も起きています。本證寺、昌万寺、上宮寺の三河三箇所を中心とした一揆勢は、その中でも岡崎城に近い昌万寺、上宮寺が特に激しく家康軍と戦っていました。一揆勢は岡崎城に攻め寄せようとするも、岡崎城の南方にある本多広隆の土井城が岡崎城の盾となり一揆の進行を防いでいました。家康はさらに土井城に近い上和田砦に大久保忠世ら大久保一族を入れ一揆勢と対峙します。この上和田砦をめぐって1月11日に本證寺、上宮寺、昌万寺の三箇寺の兵が一斉に攻撃をかけました。砦を守る大久保勢は苦戦し、大久保忠世のいとこ大久保忠勝は左目を射られ、忠世自身も怪我を負い、砦は落城間近まで追い詰められます。これを見た家康は援軍に自ら出陣し、渡辺守綱らを中心とした一揆勢と激闘を繰り広げました。この時一揆方として戦っていた土屋重春は家康の姿を見て一揆方から家康に再度鞍替えし、家康軍の一員として一揆勢と戦います。重春は自分は一向宗門徒だが、主君の家康が危機に陥るのを見て助けないのは本望ではない、地獄に落ちるのが何だというのだと言って一揆勢に突撃していったとされます。そして一揆勢との戦いの中で落ち死にを遂げ、45歳でその生涯を閉じました。家康もこの日の戦いで分厚い鎧に守られてはいるものの、銃弾を2発受けており、家康が敵の射程圏内に入るほどの激戦だったことがわかります。戦い自体は家康の援軍により息を吹き返した大久保勢が砦から追って出て一揆勢を散々に押し返す勝利を挙げました。家康は戦いの後、重春の遺体を重臣の石川家斉に命じて探させ、自ら遺体に手を当ててその死を悼んだとされます。家康としては家臣に裏切られてばかりのこの頃、数少ない帰参してきた家臣だったので、討ち死にした上和田砦付近に重春の遺体を葬り手厚く供養したといいます。もっとも重春は江戸時代後期に編纂された官製徴収諸家譜にはもともと裏切っておらず、上和田砦救出の際に家康と共に出陣したと記述されています。大久保勢と共に一揆勢を寺まで押し戻した後、反撃してきた一揆勢により討ち取られたとされており、一度裏切りながら帰参したのとは印象が大きく異なります。この違いは、子孫が重春が家康を裏切った事実を隠そうとしたのか、家康の徳を表すエピソードが欲しい徳川家が話を持ったのか、真相は不明です。結果として無名武士に過ぎなかった重春は、三河一向一揆を語る上で欠かせない一人として後世に名を残すことになりました。重春死後も重春の子供たちは家康に仕え、重春の血筋を後世に残していくこととなります。重春の忠義が子孫の繁栄につながる。土屋重春の子孫のその後、討ち死に時点で45歳だった重春には重信、重利、重成の3人の子がおり、子供たちは三河一向一揆でも父と共に戦っていました。このうち
長男の土屋重信は一揆時点では21歳で、父の死後、土屋氏の当主となり家康に仕え、一揆から6年後の1570年には、浅井、朝倉氏との戦い、姉川の戦いに従軍しています。この戦いで重信は朝倉軍と激闘を繰り広げ、8箇所もの傷を受け、戦死しました。重信には子がなく、弟の土屋重俊が兄の養子となって家督を継ぎ、末子の重成は別家を建てて家康に仕えることになります。重俊は本多忠勝の配下につけられ、忠勝の軍の一員として三方ヶ原の戦いや長篠の戦いなど武田氏との戦いに従軍したものと考えられます。長篠の戦いでの勝利後、家康は武田氏への攻勢を強め、岡部元信が守る遠江の武田氏の拠点高天神城の攻略に取り掛かりました。高天神城の補給を支える駿河遠江国境の小山城も攻撃しますが、1580年8月の攻撃で本多忠勝ら徳川軍は武田軍の抵抗を受け、重俊はこの戦いで討ち死にしてしまいます。重俊には跡継ぎの土屋俊清がいましたが、父の戦死時にはまだ2歳で、1585年7歳の時に初めて家康に面会を果たしました。祖父父と徳川家のために戦死しており、特に祖父の重春は徳川家の中心の代表となっていたので、家康も気にかけていたのか、この対面時に俊清に小袖を与えています。俊清は関ヶ原の戦いの直前の1600年22歳の時に出仕し、旗本部隊の一員として徳川秀忠に仕えました。関ヶ原の戦いでは中山道を進む秀忠に従い、真田昌幸の上田城攻めに参加しています。幕府成立後は将軍のそば近くで仕える小難度役になり、将軍の食事の毒味をする御前番を務めていました。大阪の陣にも従軍し、戦後には武蔵で570石を領するまでになります。祖父の重春の身分を考えれば十分出世しており、重春以来の徳川家への忠義が評価された結果と言えるでしょう。俊清の子土屋俊継も旗本として三代将軍徳川家光に仕え、旗本部隊の中でも将軍のそば近くに仕える50人組のトップの一人50人頭に出世しました。50人頭は20人おり、そのうちの一人でしかなかったものの、石高は1600石まで増加し、大臣旗本と呼ばれるまでの身分に出世したことになります。俊継の子土屋俊興は五代将軍徳川綱吉の小将となり、綱吉のお気に入りとなったのか、将軍の奥向きに仕える廊下番の頭にまで出世しました。俊興は従五位の下薩摩の神の官位を与えられるまでになり、領地も最終的には2000石まで増加しました。この後土屋氏は8代将軍徳川吉宗の時代になり、政治が大きく変わった後も失脚することはなく、書院番頭など旗本の中でも重要な役を務め、土屋重春以来の忠義の家として江戸時代を生き抜くこととなったのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは、Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。